2022年秋アニメ好きなキャラランキングトップ30。今回は個人的に好きなキャラを紹介します。皆さんの好きなキャラも教えてね。30位から10位まで一気に見ていこう。第30位、スパイファミリーバーニャフォージャー。第29位、恋愛プロップスイリア遺留品。第28位、恋愛プロップスカリン・イステル。第27位、恋愛プロップスバイマンファー。第26位、新米錬金術師のテンポ系ドレア。第25位、アークナイツアーメン。第24位、4人はそれぞれ嘘をつく千代。第23位、アキバメイド戦争バヒラ明美。第22位、影の実力者になりたくてアレクシア・ミドガル。第21位、勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強種の猫耳少女と出会うニーナ。第20位、ウォッチザロック山田涼。第19位、恋愛フロップス泉沢葵。第18位、新米錬金術師のテンポ系アイリスロッツェ。第17位、影の実力者になりたくてアルファ。第16位、夫婦以上恋人未満桜坂しおり。第15位、新米錬金術師のテンポ系サラソフィード。第14位、機動戦士ガンダム彗星の魔女ミオリネ・レンブラン。第13位、夫婦以上恋人未満渡辺明。第12位、恋愛プロップスアメリア・アービング。第11位、農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなったカルイース・ネイギス。ここからは理由も言っていきます。第10位、秋葉メイド戦争ゆめち。口が悪いか可愛いしメイド服が最高。第9位、農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなったヘレンリーン。ウロボロスの手にした時が一番可愛い。第8位、ウォッチザロックイジチニジカ。しっかり者でツッコミが最高。第7位、勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強種の猫耳少女と出会うタニア。かっこいいし、たまにデレッとするのがかわいい。第6位、ウォッチザロック後藤ひとり。陰キャだけど面白くてかわいい。第5位、ウォッチザロック北行くよ常に笑顔でかわいい。第4位、転生したら剣でしたフラン。もうすべてがかわいい。第3位、勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強種の猫耳少女と出会う花で。猫耳でこんなに可愛いなんて反則。見てるだけで癒される。第2位、勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強種の猫耳少女と出会う空。真面目で恥ずかしがってるのが可愛すぎる。第1位、勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強種の猫耳少女と出会うルナ。元気が良くて時に変な想像をするがそれが可愛くて最高。以上でどうだったでしょうか。皆さんの好きなキャラクターも教えてね。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。